本日はですね、こちらのアクセサリーを紹介していきたいと思います。はい、この強化ガラス、今までのものとは違うんです。なるほど、はい、何が違うかというと、はい、普通っす。おお、あ、そう、プライバシー強化ガラスになってる。俗に言うな、はい、横からは画面が見えれないパターンだ。そうなんですよ。これね、どんな時に便利かっていうと、例えば私電車通勤してるんですけど、はい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 、やっぱ電車の中でやっぱ LINE やったりとか、横から見られる視線ってなんか感じるじゃないですか。あるあるある。ここら辺とか、もうね、私とかパズドラとかやってて見られて、なんか、あ、やばい、バレたりしないかなとか勝手に思ったりする。そう、そういう時にね、もうぜひ使ってもらいたい。今までのプライバシーフィルムと違って、若干ね、視野角っていうんですか、が広くなってるんですよ。おー、広め。これね、うん、調べてるんですけど、18.5 度傾くと見えにくくなるそうです。本人からすると見やすい。はい。ただ、他人からすると全然角度的には、18.5 度ってどうなの？実験ですか？実験行きましょう。はい。今これね、90度の位置に置きました。マックス村井さんが、どの角度になったら、うん、このね、iPhone の画面が見えるかっていうのを実験していきたいと思います。じゃあ、徐々に向こう行ってください。はい。歯医者で痛くなった時みたいな感じで、はい、手上げます、見えたら。はい、お願いいたします。はい、どうぞ。見えません。見えません。見えません。うっすら。お。うっすら。何が見えてきました？おそらく、私の写真。あ、結構見えた。そんな角度まで。あ、結構見えたけど、さらにここまで行くと、めっちゃはっきり見える。はい。要するに 18.5 度の中に入ったんだ。で、そうですね。戻ってきて、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 この辺でもう見えるが下がりますね。うん。もうそこでもうほとんど見えない。見えない。なるほど。え、これは、はい、強化ガラスと、その、あれが混ざってんの？あ、まさにその通りで、0.2 ミリのタイプ。まあ結構薄いタイプなんですけど、その 0.2 ミリのタイプにプライバシー部分を入れて 0.23 ミリなんですよ。おー。この厚みが。はいはいはい。強化ガラスの厚みが。なので、まあすごい薄いんですけど、その強化ガラスプラスプライバシー部分がくっついたというね。強化ガラスです。ちなみに写ってた写真はこちらです。おー、いい写真じゃないですか。で、もちろん強化ガラスなんで、その、こういうハサミとかで、こうやって引っかけて。いつものね。はい。全然傷がつかないっていう特徴がやっぱり一番の最大のポイントですね。はい。いやー、でもどうですか、結構ね。いや、素晴らしいと思う。見えないから、もう今見えないもん。ここで見えないからね、うん、で、ここ見える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 、ほら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 、見えないですからね、うん、で、ごめんなさい、もう一個ポイントがあるんですよ。はいはいはい、はいはいはい、今までのプライバシーフィルムってこの左右以外に上下も結構ね見えなくなってたんですけど、これわかります？あ、上下はかかってないんですよ。ほう、その心は？やっぱり iPhone って、まあスマートフォン何でもそうなんですけど、使う角度って人それぞれじゃないですか。まあ、マインディジャーとかこうだからね。こう持って、こうやって触んなきゃいけない場合もあるじゃないですか。あとは、寝起きとかちょっとこうやって。わかるわかるわかる。わかる。この角度とか。そのね、いろんな角度で楽しめるように、この上下はね、プライバシー、かかってないんですよ。ノープライバシー。ノープライバシー。で、イエスプライバシー。イエスプライバシー。なるほどね。なのでね。賢いな。結構ね、これ、嬉しい方多いと思います。うん。うん、思います。はい。というね、強化ガラスの紹介です。はい。LINE とかね、いろんなことで iPhone 見られたくない、他人に見られたくないっていう方はね、ぜひこれ、購入してみてください。とってもおすすめです。いや、これは素晴らしいと思います。はい。はい。この商品ですが、アップバンクストアで購入可能です。可能です。もしくは、この動画の、概要欄に、商品のリンクを入れておきますので、興味がある方はぜひ、こちらからご購入ください。以上、ありがとうございました。